ユーリー・イバノビッチ・イーリンは、ウクライナの軍人、ウクライナ海軍総司令官や、ウクライナ軍参謀総長などを務めた。1962年、シロロシア・ソビエト社会主義共和国、ホメリ州、ロガチョフに生を受ける。1979年、ミンスク・スボーロフ軍学校を卒業するとともに、MV フルンゼ記念オデッサ高等、砲兵士官学校に進む。 1983年から1991年にかけて国会艦隊に所属するいくつかの海軍不評砲兵旅団にて小隊長や中隊長を務めた。1991年から1998年まで海軍総司令部勤務。1998年8月から2003年12月まで海軍不評独立旅団長。 2003年12月から2005年6月まで副司令官を兼ねる司令部付防衛作戦部長を務める。2005年6月から2008年8月までアメリカ合衆国との国際協力任務における商工団代表を務めた。2008年8月以降、海軍総司令部に戻り主席参謀副長や副司令官を兼ねる海軍参謀長などを務めた。2010年、 ウクライナ国防大学校卒業。2012年7月27日、国軍最高司令官タルビクトル・ヤヌコビチ、大統領により海軍総司令官に指名される。2013年8月24日、大将に昇進。2014年ウクライナ総乱最中の2014年2月19日、解任されたボロディ・ミルザマラ将軍の後任として、参謀総長に指名される。 しかし2月22日には、ヤヌコービチ大統領がキエフを脱出し、イーリンは、私が将校として、ウクライナ人民に誠実であるためには、何らかの犯罪的な命令は、一切下されないということを保証する他にないという、声明を発表して、軍の不介入の姿勢を示した。2月27日、イーリンが、心臓発作で倒れて入院した旨が発表される。2月28日、 オレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行は、イーリンを参謀総長職から解任した。最大者で娘が一人いる。ありがとうございます。